すごいおしゃれな家ある。みんなうまいよな。私最近さ、なんかちょっと屋台っぽいさ、ラーメン屋の設計図っていうかさ、どうやって作るかみたいな動画見たからさ、次ちょっと作りたいんだよね。新しいシシロボタンの、麺屋ボタンの。でもまだまだ開けちゃうからあれだな。いい感じだな。ちょっとね、いろいろね、みんなでやりたいことがあって、お話ししたんだ。そうそう、うさけんでね、やりたいことがあって。ちょっとこういうのをやりたいんですけど、つって。だからみんなちょっとなんか、やろうやろう、みたいな感じになってくれたから、よかったわ。やるよ、やりたいことがあるんだ、ちょっと。あ、そうそう、ディスコサーバーっていうか、あのね、ペコラ先輩作ってくれたんだよね。最初ね、私がさ、ペコーラ先輩に、ちょっとね、こういうのちょっとやりたいんですけど、みたいな話したら、あ、じゃあディスコサーバー、作ろうか、って。作るペコー、つって。めっちゃ作ってくれた。いや、めっちゃ反応してくれるよ。むしろ私が、なんか、言ったら、全然みんな、じゃあみんなにちょっと軽く言って、サーバー作るよ、つって。作ってくれたん、ペコラ、作ってくれたん、ペコラ先輩だからな、サーバー。そう、勉強用サーバーになった。あ、そうそう。あのさ、ディスコードのさ、サーバー作るときにさ、あらかじめさ、プリセットじゃないんだけど、どういうサーバー作りますかみたいなさ、やり方されるじゃん。あの、ディスコード自体が。で、多分ペコロ先輩作ったとき、あのね、勉強サーバーみたいな作り方をして、なんかね、テキストチャンネルが一般、宿題のお手伝いとかあるからね。宿題ってなってて。うさ系は宿題が出るのかみたいな感じになってたから。あ、そう。なってたね。あの、サーバーによってさ、あの、テキストチャンネルのやつも、初めから文言入れられてんの、あらかじめ。なんか、こういうやつ、みたいな。あの、プリセットが、勝手に、プリセットが勝手にさ、あの、適用されてるからさ、選んだサーバーっていうか、こういう趣旨のサーバーを作りますって選んだ時に。そうそう、テンプレなのよ。テンプレなんだけど、学校になってるっていうね。そう、最近そうなんだよね。昔はさ、そんななかったじゃん。なんか、サーバー作ったらさ、もう、一般、なんか、ボイス一般みたいな、そんなぐらいしかなかったけど、今全然違うくて、プリセットがあるんだよ、今。なんか、ゲームサーバーとかの応用で作ったら、なんかね、結構、なんかそれ用になってるしね。なんか、ボイスチャンネルの名前が、スタディールームとかになってるからね。